グミの実のナルコログミの実、6月の収穫グミは、グミカグミ族の植物の総称で、果実は食用になる。なお、グミは大和言葉であり、菓子のグミとは無関係である。常緑、または落葉の低木で、鶴性のものもある。また常緑聖種は体陰性があるが、体寒性は弱く、落葉樹性は強い。葉は誤生し、葉や茎には毛が多い。またには、 棘がある。花は良性、または単性。額は黄色で筒状。先が4列し、融水が4本つく。花弁はない。挿し木、取り木、継ぎ木などで簡単に増やせる。中売花である。前年枝の節から伸びた新象に開花結実する。開花後、学刀の基部が果実を包んで飛行し閣下様になる。果実は楕円型で赤く熟し、 渋みと酸味、かすかな甘みがあって食べられる。形はサクランボに似る。リコピンを多く含むが、種によってはタンニンを含むため、渋みが強いことがある。時折虫が入っていることもあるので注意が必要である。根にフランキア族の放線菌が強制し窒素固定を行うので、海岸などの痩せた土地にも育つ。方言名にグイミがある。グイはトゲのことミは 実のことを指し、これが縮まって、グミとなったと言われる。その他に、中国地方ではビビ v ブイブイ、ゴブなどとも呼ばれている。ユーラシアから東南アジアにかけて50から70種ほどが現存し、イートライフローラだけがオーストラリアにまで分布している。銀洋グミは北アメリカ唯一の固有種である。日本には夏グミ、秋グミ、縄白グミ、鶴グミなど十数種がある。 商業的にはあまり利用されないが、庭などに栽培される。に、牧野富太郎、植物1日1代畜話学芸文コピア日誌も92から95。ありがとうございます。